空をリポート、空リポ、気象予報士の田中里穂さんです。よろしくお願いします。田中さん、今日は日中上着を羽織らずに取材に出たんですけれども、それでも汗ばむくらいの陽気でしたよね。本当に今日は少し暑いくらいでしたよね、そんな陽気の中、今日は一足早く桜を見に行ってきました。もう桜ですか。はい、暖かい日差しの中、ソメイヨシノはまだつぼみなんですが、こちらご覧ください。オオカンザクラがたくさん咲いています。最高気温が22度を超えた新潟市中央区磐梯長峰小学校の脇で咲いていたのはオオカンザクラという品種です。ソメイヨシノよりも1ヶ月ほど早く開花するそうで、早咲きの桜を見るために東区からバスで来たという方もいらっしゃいました。ここ数日の暖かさで一気に開花が進んだそうですが、まだつぼみもあったのでしばらくは早咲きの桜を楽しめそうです。今日の最高気温は三条市や村上市でも22度を超え、5月中旬並みと初夏の陽気になりました。いやー、ほっとする光景ですが、この暖かい日が続いたので開花がぐんと、進んだんですね。はい、そうですね、